タクイノムサニタティスに見られるビジリア・ジョンペティ作、騎士の徹夜の祈りビジリアとは、献身的な見守りなどの目的のため夜を徹することを指す。また、復活徹夜等など、宗教上の祝日の前夜に行われる祈りの集い、または儀式をもビジリアと呼ぶ。東方正教会では、すべての大祭及び、手術の前夜に徹夜等が行われる。日本正教会では、 ビジリアとの表記は用いられず、徹夜等との故障が用いられる。協議の徹夜等は、大祭、手術の前日に行われるものであるが、抗議の徹夜等は講述するパニヒラなども含めた、徹夜で行う、祈り全般を指す語である。キリスト教では、とりわけ東方正教及びローマカトリックの伝統において、信徒が重病であったり死に臨んでいる時にもビジリアが行われる。 祈願が行われるとともに、奉納物が捧げられることもある。死から埋葬までの期間にも、ビジリアが行われる。これは世を去ったばかりの愛する者のために祈るための儀式であり、死者と共に過ごすためのものでもある。聖教会における栄民者のために行われるものとして、パニヒダが挙げられる。また、栄民者のために、夜通し鎮騰で、聖英が、小読みされる。中世には、 獣子が騎士に助任される前夜に、修正を騎士として過ごすための準備として入浴し、断食と国会を行い、礼拝堂で徹夜の祈りを捧げる慣習があった。翌朝、彼は正常の象徴である白衣を身につけて、助任の儀式に臨む。ユダヤ教徒が死去すると、葬儀までの間、遺体の見守り役が置かれ、詩編が朗読し続けられる。ありがとうございます。